これより会議を開きます、えー、内閣提出復興庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたしますこの際お諮りをいたします本,本案審査のため本日参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長小林智明君の出席を求め意見を聴取することとしまた政府参考人として復興庁統括官石田勝君復興庁統括官小山悟君 復興庁審議官、奥達夫君、財務省大臣官房審議官、小野平八郎君、財務省主計局次長、坂田渉君、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官、寺門重親君、経済産業省大臣官房、福島復興推進グループ長、須藤修君、資源エネルギー庁次長、平井宏秀君、環境省環境再生資源循環 局次長森山誠二君原子力規制庁長,長官官房審議官金子修一君及び防衛省大臣官房審議官町田和人君の出席を求め説明を聴取したいと存じますがご異議ございませんかご異議なしと認めますよってそのように決しました次の申し出がありますので順次これを許します現場